皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。今回は CSS 入門編の第6回です。今回は要素の種類について見てみましょう。H 要素や P 要素、イメージなどの HTML のさまざまな要素は大きく3つの種類に区分されます。ブロック、インライン、そしてインラインブロックの3つでそれぞれ性格が異なります。ブロックの要素は div や h1 などの見出し、 p タグのついた文章など一つのまとまり、一つのブロックを表す要素です。ブロック要素は横幅が親要素の幅いっぱいに広がっていて、コードを書いていくと上から順番に配置されていきます。このように div や h1 などの見出し要素、p タグのついた文章などは要素ごとに自動で開業されて上から順番に配置されています。 ディベロッパーツールのセレクトアイコンを選択して要素の上にマウスオーバーするとこのように要素が親要素の横幅いっぱいに広がっていて、また要素が上から一つずつ順番に配置されています。一方でインラインの要素は横幅は要素の幅で、コードを書いていくと開業されずに要素が横に並べられていきます。これはインラインという言葉通り、文章の中に配置されることを想定しているためです。画像やアンカーというリンクを貼るためのタグなどがインライン要素です。例えばこの店主の画像のマックスウィズ 100% をコメントアウトして、その代わりにウィズコロン 100px セミコロンと入力して、店主の画像の幅を100ピクセルに設定して、次に HTML でイメージタグの行を選択してシフトキーとオルトキーと下矢印キーを同時に押して行を下に複製してイメージタグを4つ作ります。これでブラウザを開いてページを更新すると、このように画像が横に並んで配置されます。さらにこのイメージタグをドラッグしながら選択して、コントロールキーと C キーを同時に押してイメージタグをコピーして、次に P 要素のラーメンと味噌一番の間にカーソルを置いて、コントロールキーと V キーを同時に押すと P 要素のラーメンと味噌一番の文章の中にイメージタグが配置されます。これでブラウザを開いてページを更新すると、このようにラーメンと味噌一番の文章の間に画像が表示されます。この時セレクトアイコンで
画像にマウスオーバーすると、画像は横幅が要素の幅だけになっているのがわかります。このようにブロック要素が一つのまとまりを表して、上から順番に配置されるのに対して、インライン要素は文章の中に並べて配置できるように横幅が決まっていて、左から順番に配置されます。その他にもブロック要素とインライン要素の違いがあります。まずブロック要素は高さと幅をそれぞれ width と height プロパティで変更できますが、インライン要素は幅と高さを変更できませんので、要素そのものの幅と高さがコンテンツ領域になります。ただし例外もあって、画像はインライン要素ですが高さと幅を変更することができて、かつインライン要素の特性を持っているという特別なインライン要素です。またブロック要素はコンテンツ領域の外側にパディングとマージンで余白を設定できますが、インライン要素はパディングとマージンはコンテンツ領域の左右でのみ設定可能です。実際にはパディングは上下左右に設定することができますが、上下に設定したパディングは他の要素に干渉することがありますので、設定するときは注意が必要です。さらに要素の中央寄せや右寄せを設定するテキストアラインプロパティはブロック要素にだけ適用可能で、インライン要素にはテキストアラインプロパティは設定できません。ただしブロック要素の中でもブロック要素の直下のコンテンツ領域に対してテキストアラインプロパティが設定可能で、階層構造の中のブロック要素の中のブロック要素にはテキストアラインは設定することができません。ここで過去の動画で H1 に高さと幅を指定すると H1 の中央寄せが無効になって左寄せになりましたが、これは H1 要素がブロック要素である div コンテーナーの中のブロック要素であるためです。ブロック要素の中のブロック要素にはテキストアラインは設定できません。しかし H1 の幅と高さを指定する前は H1 は中央寄せで表示されました。これは実際には H1 の幅が指定されていないため、親要素である div コンテーナーの幅いっぱいに H1 の幅が自動で設定されたので H1 が中央寄せで配置されたように表示されました。ただし H1 のコンテンツ領域はテキストラインが適用されて中央寄せで配置されています。ここで H1 に幅を指定すると、実際の表示である左寄せで表示されて、そのコンテンツ領域だけが中央寄せで配置されます。このようにブロック要素とインライン要素には配置の仕方に違いがありますが、これはディスプレイプロパティを使って変更することができます。
例えばディブ天守はブロック要素ですが、ここにディスプレイコロンインラインセミコロンと入力して、これでディブ天守がインライン要素に変わりましたので、ブラウザを開いてページを更新すると、このようにディブ天守がインライン要素に変わりましたので、上下のパディング100ピクセルが効かずに配置が変わったのがわかります。同様にしてインライン要素にディスプレイブロックというプロパティを設定して、ブロック要素にするとウィズやハイトで幅と高さを、パディングとマージンで余白を設定できるようになります。このブロック要素とインライン要素の両方の特性を併せ持っているのがインラインブロックです。 HTML の要素はあらかじめブロック要素かインライン要素のどちらかに区分されますが、インラインブロックについてはディスプレイプロパティを使ってディスプレイコロンインラインハイフンブロックセミコロンと入力して、これでインラインブロック要素に設定することができます。インラインブロック要素はブロック要素と同様にウィズとハイトで幅と高さを指定することができます。それからパディングとマージンの余白もブロック要素と同様に指定することができます。またテキストアラインプロパティを使って要素を中央寄せ右寄せにできるのもブロック要素と同じ特性です。一方でウィズとハイトで幅と高さを指定することができますが、何も指定しなければコンテンツの幅と高さに自動で設定されます。さらに要素を並べると自動で開業されずに横に並んで配置されます。これらはインライン要素と同じ特性です。このように HTML の要素は表示の方法に大きく3つの種類があって、CSS でウェブサイトのスタイルを整えるときに、それぞれの特性に合わせて、あるいは必要に応じて変更しながら、複雑なサイトの配置を整えていきます。また、要素の特性の違いによって、ウェブサイトを作っているときに、スタイルの配置が崩れて、思うように表示ができないことがあります。最初はなかなか理解しづらいと思いますが、3種類の違いがあるということは覚えておいてください。それからディスプレイプロパティにはフレックスという値もあって、ディスプレイフレックスと設定することでフレックスボックスという便利な機能を使うことができます。次回はフレックスボックスについて勉強しましょう。今回は以上です。それではまた。